はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。レスキューエースタービランスです。さあ本日なんですが、診断解説シークレットパック編ということで、まあセレクションパックとシークレットパック実装されるんですけども、セレクションパックの方は別の動画でやってますんで、そっちよかったら見てください。この動画ではシークレットパック3種類について、解説をしていきます。なんと3種類シークレットパック実装されるってことで、はい、こんなことあったっけな今まで。すごいね、あのテーマデッキが組みやすくなって、なんかめちゃくちゃありがたいかなと、思ってるんですが、まずは、新シークレットパックレスキューエース、そして、新シークレットパック未完工、そして新シークレットパックピュアリー、この3種類ですね。あまりにも遅すぎる実装と言わざるを得ません、これに関しては。あの本当に待ちくたびれました。本当首長くなりすぎてもキリになっちゃうよっていうレベルで、あの待ってたんですけども、この3つのねシークレットパックの新規カードを主に、何が来るか、どういう風な使い方があるかについて、今日は詳しく解説していこうと思います。やっていきましょう。レスキューエース100億年ぶりに今日が来ますということで、マジで遅すぎる実装と言っていいね、これに関しては。はい、あまりにも遅すぎる。3個くらい前のなんか診断で実装してよかったんじゃねえかと思ってるけど、順番的にはね、はい、あまりにも遅い実装、忘れてたんじゃねえかっていう言われてましたけども、はい、やっと実装ということで、まあ、プリベンターが確定してました。まあ、多分おそらく新規は2種類、プリベンターおよび、まあ、多分来ると思うんだけど、エマージェンシーだと思います。で、プリベンターが実装されるということで、まあ、炎属性レベル8、2800の機械属モンスターになってますね。で、自分の持ちからレスキューエースカードを1枚を除外すると、手札から特殊ができるということで、まあ、タービランスの、まあ、1枚版みたいな効果ですね。で、自分相手のターンに、相手のフィールドの、モンスターを裏側にできますっていうね、まあ、月の書を打てますっていう効果があります。他のレスキューエースがいればね、あの単体だとダメなんですけども、他に仲間がいると、あのちょっと強気になりまして、相手のカードを裏側にできるという効果、まあ、火消しすることができるということですね。はい、全消防士待望の新規で、このカードが墓地へ送られた場合、レベル8モンスター以外の自分の除外状態のレスキューエースを特殊召喚できると、いうことで、モンスター除外して出すので、基本的には、はい、プリベンターをなんで、その除外したモンスターは基本的には戻ってきます。リンク素材とかにすればいいだけなんでね、プリベンターを。だからまあ基本的な動きとしては、ハイドラントを、まあ、リンクリボーとかに変えまして、でハイドラントを除外してプリベンター出しまして、リンクリボートプリベンターでなんかリンクに出しまして、で、ハイドラントがそのプリベンターの3番の効果で戻ってきて、まあ、リンク3分が稼げますよみたいな、感じですね。はい、でこうやってそのリンク値をどんどん稼ぐことができる。まあ、スネークアイとかもね、かがり火とかも実装されてますんで、まあ、レスキューエースの、まあ、パワーはかなり上がっております。で、まあ、問題まあ、これが、まあ、ちゃんと実装されるかというところと、あと、まあ、OCG 制限カードなんで、これ何枚なのかなっていうところなんですけど、まあね、何もお知らせないからね、多分3枚実装されると思うんですけどね。これ、ルール上レスキューエースカードとして扱えるんで、サーチが結構簡単にできますというところと、あと、デッキからレスキューエースを守備表示で特殊召喚しながら、その後、自分の手札フィールドからレスキューエースモンスター相手をリリースできますという効果がありますんで、この一番の効果で、まあ、リクルート、してくることもできるし、あとリリースする効果がね結構強くてですね、要は相手の無効系の妨害、まあ、無限包容であるとか、あとエフェクトベイラーであるとか、まあ、そういう系のカードを打たれた場合、まあ、このカード速攻魔法なんで、チェーンして打つことによって対象に取られたモンスターをリリースして回避することができるんですね。だからエマージェンシーは温存して、なんかその普通になんかそのタービランスの効果を通しに行こうとして、まあ、タービランスに無限保養とか言われた場合にこれで、まあ、回避していったりとかっていう動きができるのと、あとね、これレスキュースカードとして扱う魔法カードなんで、ハイドラマ違う、エアホイスターが、一枚初動になりました。おっそ、一番印象になりました。何億年ぶりでしょうか。エアホイスター、今までこのデッキからレスキュース魔法カード持ってきても何も起きなかったんですけど、こいつ一枚ではね何にも起きなかったんですけど、これがね、実装されましたので、これでこれも、あ、じゃあ、これでこれ持ってきて、でこれ特殊ができるようになってりましたんで、基本的にはその一番初動に、なりました。やっとです。はい、で、レスキューエースの、速攻魔法のこのエマージェンシーは2番の効果で、一応、メインフェーズに墓地のこのカードを除外すると、墓地のレスキューエーストラップカードをセットすることができるということで、まあ、一応、ね、レスキューエースはフィールド魔法で、戻して使い回すこともできるんですけども、一応2番の効果で再セットすることもできるというところですね。
はい、で、レスキューエースのこのタービランスの4枚セットを、まあ、どうやって通していくかっていう、デッキになるんですけども、まあ、これはですね、OCG と違うところはまずリトルナイトがね多分まだ来ないと思うんですよね。リトルナイトっていうモンスターがめちゃくちゃ強くて、このカードフリーチェーンで、モンスター除外できるんで、ここでそのなんか法要とか、エフェクトベイラーみたいなカード避けるんですけど、あのニビルとかなんか避けたりすることができるんですけども、このリトルナイトがいないとなると何がきついかって言ってやっぱ無効系の妨害を、エマージェンシーは基本的に多分先に使ってる気がするんで、あの展開で、そうなってくると無効系の妨害を当てられた時にちょっとめんどくさいというところがあるんですよね。タービランスへのこれをですね、なんとね、マスターデュエルさんスプライトエルフというモンスター生きてますんで、これなんか生きてるんですよ。だからエルフのリンク先にタービランスを置くっていう動きがね可能となっています。はい。できていいのかなちょっとわかんないんだけど、これできていいの、これまあ、OCG だと禁止なんですけども、マスターデュエルだと生きてますんで、まあ、スプライトエルフのリンク先にタービランスを置いてドヤ顔で4枚セットを使っていきましょう。エルフのリンク先のモンスター対象取れませんので、はい、一番の効果で守って、タービランスの4枚セットを通していくというデッキになると思います。おそらくね。未完工新規実装決定ということで、荒姫の未完工という儀式モンスターですね、新しい。まあ、もともとね、大志子の、大志子じゃないや、大姫の未完工という儀式モンスターがいたんですが、そいつとはまた別の儀式モンスターになってまして、大姫は結構儀式召喚、基本的には儀式召喚というか、インチキ儀式召喚で出していくことが多かったと思うんですけども、荒姫はね、儀式召喚ほとんどしません。これ盤面に出していくというよりかは、これ自分が素描法になれるっていう効果ありまして、そっちをメインに使っていきます。一番の効果で、手札が墓地にこいつがあって、自分の墓地に未完工があれば、フィールドの表側表示、モンスター1体を対象にそのモンスターに装備できますと。まあ相手のフィールドのモンスターでも自分のフィールドモンスターでもいいんですけど、装備することができちゃいますということですね。で、2番の効果で、このカードが、装備されている場合、自分相手のエンドフェーズに装備モンスターと自分を戻すと、バウンスできるという効果ありまして、まあ、要は有名なコンボはですね、まあ、怪獣とかラバゴみたいなモンスターをその相手の場面に送りつけまして、で、ジズキエルとか送りつけて、で、荒姫をあのジズキエルに装備してぶん殴った後に、荒姫のエンドフェーズの効果によってジズキエルをもう一回回収するっていう、あの本当に最強ムーブが毎ターン回収出すみたいな、あの動きが一応可能となってまして、これで、相手のね、まあ、強いモンスターを封殺していくという感じの動きになってますね。で、3番目の効果で一応共通効果で、戦闘打開せないしダメージが相手受けるという効果、アマケン効果ですねになってますと。でね、正直荒姫はね、なくても勝てるんですよ。実は未完工デッキこれなくても正直勝てるのと、あと怪獣採用することもあんま最近なくなってまして、未完工デッキなんでかっていうと、なくても勝てるからです。正直フーリの体勢クソ硬いし、永続魔法とか永続トラップで縛りつければ相手何もできないんで、怪獣わざわざする必要もないというのもありまして、あんまり怪獣入ってる構築も実はそんなにね、なかったりするんですけど、最近はなくても勝てるから。だから荒姫はね、正直ね、採用はかなり、まあ、要検討という感じ。なくても勝てるカードで、じゃあ、まあ、何がその新規として重要かというと、トラップカードがおそらくですけど実装されるんですよ。この未完工神隠しというカード、これがねめちゃくちゃ強いです。これがめちゃくちゃ強い。未完工トラップの中だと一番強いのはこれだね、おそらく。はい、使いやすくて、相手のフィールドの表側表示モンスター対象にそいつをパクって装備しますっていう効果ですね、未完工に。だまあサクリファイスみたいな感じの効果をトラップカードで打つことができる。で、フーリーでね、もちろん、サーチすることができますんで、まあ、イラストもフーリーちゃんだしな、これな。なので、フーリーでサーチしてきて、相手のモンスターフリーチェーンパクって装備しますということができる。プラス、あと、墓地のこのカードを除外すると、除外状態の未完工、手札が除外状態の未完工を特殊ができるって効果があるんで、未完工って、迷わし取りとかで特殊化した未完工モンスターって、なんかどっか行っちゃうんですよね。除外されちゃうんですよね。そのモンスターをもう一回呼び戻したりすることができるんで、結構優秀っていう。だから、フーリーで、そのサーチしてくるトラップカードを、まあ、主には2種類、まあ、3種類全部あるんだけど、主には2種類、神比べと神隠し、この2枚を採用することが多いですね、未完工デッキは。だこれはね、さすがに1枚は絶対欲しいかなというところ、まあ、多分実装されると思う。まあ、今ね、未完工デッキはこのアショカピラーっていうね、謎のトイレ掃除の道具、この棒、この謎の棒が実装されまして、めちゃくちゃそのモロハの剣とかサーチしやすくなってますんで、今熱いテーマとなっております。結構強いんで、マジで、未完工。あ、よかったらね、シークレットパック、向いて、組んでみてください。アショカピラー入ってんのかな？入ってねえか。ピュアリー強化、105年ぶり。マジで遅いね。
マジで遅いねって思ったんだけど、これよく見たらさ、これさ2023年4月だからさ1年前くらいなんだよな、実装されたの。だから逆にね、ピュアリーがあの遅いんじゃなくて、多分ねスネークアイの強化が早いのよ。マスターデュエルもう実装チップはめっちゃくちゃだからわけわかんないんだけど、ピュアリーはね多分ね新規カード2種類来ると思います。ピュアリーノワールっていうモンスターと、あとですねトラップカードのピュアリーシェアリーっていうカードがありまして、まあ、多分この2種類が来るんじゃないかな、あのシークレットパックで。で、まあ、ノワールが何するかというところなんですけども、ピュアリースリーピーメモリーという名称を持っている、ピュアリーモンスターになってまして、一応固有効果は一旦に一度手札を捨てると相手のフィールドのカードをバウンスできるという効果になってます。今まではですね黒ピュアリーでですね、あのこの、スリーピーメモリーがある状態だと墓地に何も起きなかったんですね。何も吸収できない。変身不可と、飼育不可となっていましたが、スリーピーメモリーから変身できるようになりまして、でさらに2番の効果、これめちゃくちゃ強いです。速攻魔法発動時に直接チェーンする効果あるじゃないですか、あのエピアリーって、これのね、まあ、プランプだったらその吸収した後に相手のカードを除外するとかあるじゃないですか、ああいうカードの効果で、これ何するかっていうと速攻魔法に直接チェーンすると、速攻魔法を素にした後にデッキから、ピュアリートラップカードをセットできるという効果を1ターンに3回まで打つことができます。だから、トラップカードを1ターンに3枚セットするという動きも理論上可能となってますね。まあ、基本的にはセットするカード2枚で、このピュアリーシェアリーっていうカードと、あとこのピュアリープっていうカードですね。まあ、ピュアリープは今までその黒ピュアリーで持ってきて、セットするとか、あとまあその3枚見せてマイフレンドでセットするとかだったと思うんですけども、簡単にその、ノワールからセットできるようになりまして、まあ、あの相手のターンにいきなりエクスピアリーノワールを爆弾させるっていう動きが結構簡単にできるようになりましたというところと、あとこのシェアリーっていうカードですね、これが新規カードになってるんですけども、これはね、まあ、簡単に長いこと書いてあるけど簡単に説明すると、なんかその同じランクのやつ出すっていう、あのデッキから、エクサデッキからなんかインチキエクシーズするっていう効果です。エピアリーノワールがいる場合、ピアリーシェアリーをエピアリーノワール対象に取って発動すると、エピアリーノワールと同じランク2の、エクシーズピュアリーモンスター、これをデッキから出していくという効果ですね。デッキからはそのピュアリー出してきて上に重ねて出すっていうことですね。だから、エピュアリーノワールを対象にとってなんかビューティー出すとか、そうすると普通にそのビューティー自体がね、あのフリーチェーンで相手のカードを無効にできるっていう効果あるじゃないですか。だからあれの効果一応一望が増えるみたいなイメージです。はい、シェアリー、まあ、一応エクスピュアリー対象にとってあの打てばなんだっけ、エクスピュアリーなんかハピネスみたいなやつも出せると思うけど、まあ、基本的にはそのシェアリーで、ノワール対象にとってビューティー出すことが多いですね。で、こういう動きを、できるようになった中で、ま、問題点としてはピュアリーの速攻魔法がだいぶ減っております。あのスリーピーメモリーはちなみに押し切った制限でマスターデュエルでは3枚なんですけど、あの逆にデリシャスメモリーが1枚あったんですよね。はい、あと、ビューティー出すなんか、プリティメモリー、プリティメモリーが2枚と か速攻魔法が減ってるっていうのと、あと黒ピュアリーは3枚あるんですけど、その大元 あのピュアリーが2枚しか積めないんですよ、マスターデュエル。その辺がどうなのかなっていうのはちょっと不安材料ではあります。正直当たりが減ってるのと、その要はデッキの中の弾が減ってるっていう、そこですね。だからまあスネークアイとか、あとまあゴーストリックのギミックとかは多分あった方がよくて、まあ、これはまあ未だに採用されるんじゃないかと思ってるんですけど、ゴーストリックからの未来竜王とか、あとなんだ、スネークアイでレベル1を2体並べてエクシーズしていくっていう動き、まあ、これはでもあった方がいい気がするんだよね。はい、まあ、ちょっと組み方はまた、動画でやろうと思ってますが、一応財宝スネークアイピュアリーギミック採用した、ノワール入りのデッキにしようと思ってますんで、楽しみに待っていてください。はい、というわけでシークレットパック解説は以上です。セレクションパック解説もね、ちょっと別動画で出してますんで、よかったら、そちらもご覧ください。全国の消防士の方、そして全国のポケモンブリーダーの方、そして全国のなんだこれ、みかんこ大阪の方、ぜひシークレットパック向いて新しいデッキ組んで、分回していただければと思います。はい、またあの診断の動画出していくんで、よかったらチャンネル登録してお待ちください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。